おはようございます。人事課長や経理課長ならどの職場でもおなじみなが、火星課長という役職があるとは知らなかった。今週創立100周年を迎えた天文同好会、東和天文学会である。研究者と愛好家が集う場だ。 伝説の火星課長が昨年80歳で亡くなった。福井県出身のアマチュア天文家、南正嗣さん。観察歴65年、課長在職20年。火星は地球の弟星と説き、国内外の愛好家のまとめ役を果たし、数万枚の緻密な観測スケッチを残した。 現物を見ると鉛筆書きの絵が実に鮮やかである。火星の四季をくまなく観測するには地球との交点周期のずれを考えると最低79年かかるというのが持論。一生かけても網羅はできないと話した。本業は大学の数理学者。 でも火星研究の時間を奪われたくないとあえて昇進を避け観測を優,優先する人でした。振り返るのは観測のバトンを受け継いだ前福井市自然史博物館長の吉澤康信さん。おととし夏の大接近の際は徹夜で観測を共にしたそうだ。 明日6日は火星が地球に2年ぶりに近づく準大接近の日。この時期望遠鏡を除けば火星の表面が驚くほどくっきり見える。火星には地図もあり、真珠の海、オリンポス山、南極間といった故障が定着しているそうだ。ちょうど今、 アラブ首長国連邦など三カ国が打ち上げた探査機三機が一斉に火星を目指して飛んでいる。人類を魅了してきた赤い星弟星。せめて明晩ぐらいじっくり拝んでみようか。今日もありがとう。 心がけたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。何万打仏、何万打仏。